どうも、お疲れ様でございます。この度は、個別な年金の受給についての、間、まあ、違いですよね。どこが一番お得なのかというポイントについてお話しようと思います。まあこの方は今、年収が370万円あって、年齢が61歳。えさらに、家賃収入が毎月19万入るというね、まあ非常に羨ましい方でございます。で、大体年収が600万というふうに計算されますね。 まあ実はこれだけでは年金の受け取りのシミュレーションというのは非常に難しいんですけどもただこの与えられた数字だけでおおよその目安もつきますんでちょっとね計算してみましょうえ例えばこの方がですね今61歳なんですけども繰り上げ受給をして60歳から受け取った場合と通常の65歳から受け取った場合とそれからねギリギリまで頑張って働いて 70歳から繰り下げ受給で、年金をいただいた場合、こういうふうに考えたときに、ま、仮にですね、90歳まで年金を受け取るとして、それぞれの年金受け取り総額はいくらになるのかをちょっと計算してみましょう。まずね、60歳から繰り上げ受給で年金を受け取った場合、この方はね、毎月13万から14万受け取ることになります。 そういう大体目論みですね。で、そう考えていくと、90歳までの30年間で受け取り総額が1200万円から1300万円です。これ、税金などの控除がされていませんので、実際もっと減るんですけども、大体目安として1200万円ぐらいが30年間で、まあ、支給されると思えば、そんなに大きくずれないのかなと思います。さ,あさらにですね、65歳での通常受給の場合です。この場合は、 だいたいこの方の年収ですと20万円前後が毎月毎月入るってことになるのかなと思います、まあ、そうなってくると、えー、25年間総額で受け取る金額1800万ぐらいかなっていうとこですねうんまあですんで若干繰り上げ時給よりは得なんではなかろうかと思いますさあさらに70歳から受け取った場合ねこの場合繰り下げ時給になりますので ちょっと有利な毎月の支給ということになります。そして、だいたい27、8万受け取ることになりますね。毎月毎月。そうなってくると、まああと90歳まで20年間しかありませんので、60歳くらい受け取るのと比べると10年間、ちょっとね、受け取り期間は少なくなるんですけども、でも総額は多くなります。2500万ぐらいです。まあそういうふうに、だいたい1200万、1800万、2500万っていうふうに、 ザクッと、ね、計算されます、まあ、そうなるとお、実はですね、60歳から受け取るのと比べると、70歳から受け取った方が倍ぐらい受け取れるっていう、まあ、額面ではね、そういう風になるわけですよね。で、ここからちょっとね、重要な修正を繰り返さなければならないんですけども、まず一つは、税金なんですよ。実はこれね、65歳から税金の控除額が上がりますんで、どういうことかっていうと、 あの、さらに税金を、こう、取られにくくなるんですよね。まあ、ですんでね、60歳から受け取ると、この1200万がほとんど毀損することなく、受け取れるってことになります。ね。だから60歳から年金を受け取ると、1200万支給のところ、ほぼ1200万受け取れるんじゃないかな、というところですね。というのが、住民税非課税世帯に途中から入るんですよ。で、65歳から受け取る方は、 ま、その分、住民税非課税世帯に、毎月の支給額がそこそこありますんでね、これ入らなくなるんですよ。うん、もうちょっと具体的に言うと、13万円受け取りの場合ね、13万 ×12 だと156万なんですよ。この156万の場合は、まあ、ギリギリ、住民税非課税世帯に65歳から入るという工場なんですよね。で、65歳から受け取った場合は、 もう20万かける12なんで240万じゃないですか。これはね、逆立ちしても税金の控除を受けられないので、税金をこのあたりからしっかりと <laughs> 払うことになります。住民税もその分しっかりと払うことになります。ということで、1800万支給がちょっとどのぐらい控除されるのか、これはね、えー、ここで計算はできないんですけども、<laughs> ただ、1800万から考えると目減りしてしまって、そうですね、 まあ適当に答えてもダメなんで何とも言いませんねまあ100万ぐらい <laughs> マイナスするんじゃないですか1700万とかねうんこれはすみませんはっきりとは分かりませんここは目安すらつきませんで70歳からの場合はさらに課税額上がるんですよというのが毎月27万も受け取るわけでしょ278万とかねでそうなってくると本来なら2500万円ぐらいを残り 20年間で受け取るはずだったのが2000万ぐらいになるんじゃないかなと荒い計算をするとねそうなりますでさらにこの方の家賃収入ってところも気になるんですけども実はこの家賃収入が厄介なんですよ家賃収入ってことは何らかの資産があるってことですよねでこの資産の消却に結局がっぽりと課税をされてしまったり資産を持ってることによる課税もあるんですよね うんそうなってくると、この家賃収入ってのは、どんな家賃収入かはっきりわからないんですけども、まあ、私のね、えー、おね、えー、見ている家賃収入では、せっかく総額で2500万円の支給を受けるのに、この不動産、家賃収入を持っている資産によっては、この2500万がね、だいぶなんか数百万とか、いかれてしまうんではないかなっていうところもありますね。うん、だからこの、家賃収入はね、どういうふうに、 これから手直ししていくのかっていうところが、まあ気になるかなっていうところです。はい、えー。今回はですね、まああの、いただいた条件の中で、まだまだちょっと私が判定するには材料が少ないんですけども、それでも限られた材料の中で評価するとしたらこんなもんかなっていうところで、60歳からもしすでに受け取っていたら90歳までに1200万ぐらい。65歳から受け取るんだったら1800万ぐらい。 で70歳から受け取るんだったら,25万ぐらい2500万ぐらいが大筋であって、ここから各種引かれるものがどん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 所得の高い人ほど出てくるので、じゃあどうやって年金の所得が高くなるかっていうと、後からもらう繰り下げ受給をすればするほど所得が高くなりますので、その分、ぶんどられることも増えるというね、まあ、こんなジレンマがありますねねねででも、ね、大体どうなんですか、ね、私はね。 今回の例を見ても、一刻も早く受け取った方がいいと思います。うん。今、61歳ということだったんで、すぐ手続きして受け取った方が、結局は得すると思うんですよね。まあ、というのがね、人間って、どっちかっていうと、いつ死ぬかわからないっていうところがポイントなんですよ。あとは、いつまでも健康でいるかどうかわからない。ということは、今、好奇心を持っているものとか、今、消費したいものがあるんだったら、それは今なんですよ。60代で思ったことでも、 70代ではすでにね、その意思がなくなっていたりとか、うん、意思がなくなっているってことはやらなかったってことなんで、お金を使わなかったってことなんで、その分の思い出が、まあちょっと既存するっていうかね、うん、やっぱりこう、死に向かって私たちは思い出を積み重ねているところなんで、その思い出という宝箱に入れるためのね、ものが一つ減るのかなっていう、まあこれは感情的な損得になってきますけどね。 それからね、やっぱり70代ぐらいから、だいたい健康寿命ってものが失われていくんですよ。で、そうなると、もしかしたらですよ、70歳から繰り下げ受給業すると、毎月、余裕のあるお金は入ってくるんだけども、もう使う当てもないし、使う意思もないってことで、非常に虚しさを覚えてしまうかもしれないんですよ。うん。まあ、70歳って言ってもね、まだまだお元気だとは思うんですけども、まあ、それでもね、 60代の時よりは選択肢が狭まっているのはこれは確かなんじゃないかなと思うんですねうんまあ私はどっちかというともらえるものは一刻も早くもらった方がいいというふうな考えですなぜならもらったお金を増やす方法をこう持っているからなんですよねまあでも特に今お金に困ってないんだったら銀行に預けるつもりで年金の繰り下げ受給をするってことに なななるると高いい金利の銀行にに預けてるってっう、まあ、そんな形にはなりますね、うん、ここは本当最後は本人のさじ加減っていうことになると思います、うん、単にね受け取り金額の単価が大きい少ないだけで測れない部分もあったりいつぐらいの年齢だったら受け取ったお金を有効に使えるかっていう見通しの話であったりもしますんでねはい今日お答えできるのはここが限界かなと思いますどうもありがとうございました